あの時自分は言い放ってしまった。ただ未熟だった自分が吐き出した言葉、みんなでやめよう。小さい頃からテレビを見るのが大好きで、お母さんがそんなにテレビ見るの大好きなんだったら、なんか出る方になったらいいんじゃないのって言われたのがきっかけで目指すようになりました。小学校4年生か5年生の頃で、やばいです。本当にもう朝もすごい早く起きちゃって、ずっとキラキラした芸能界に憧れていた。もともと欅坂さんとか乃木坂さんが大好きで、なんかこんな私も可愛い衣装を着てみたいって思って応募しました。2番、佐々木美玲。受かった時は喜びよりもようやくスタートラインに立てたという感情。分かった。ステージに出たらお客さんがわーって広がってるのを見て、徐々に緊張がほぐれてきて、楽しみがすごい大きかったです。でもやっぱり緊張しました。初めて暖かかったです。すごい暖かかった。頑張ります。あ、マナフィーの前言わないと。一歩一歩前に前進できてきていると感じていた。メンバーの結束も高まっていた。でもあの時は自分の中では受け止めきれなかった。私たちもリハーサルが終わってからそのステージ裏にずっと行って、なんかここはこうだったよねって話してる時に、たまたまそのモニターで追加メンバーっていうのを見て、なんか本当にびっくりして、なんかみんな泣き始めて、なんか部屋に閉じこもりました。あ、もうダメだなって思って、なんかみんなでやめようって言いました。このタイミングでなんか追加メンバーって言われて、もう私たちに力はなかったんだって思って、なんかでもショックでした、すごい。当時の自分は起こった出来事を冷静に考えられなかった。でも未熟なことに気づいた私たちは、これを機にさらなるステップアップを考えるようになった。一番自分の中で達成感感じたのが幕張のライブでした。最後の11人でのライブだったので、みんなで成功させようっていう気持ちがすごくあって、ライブが終わった後は達成感がすごかったです。佐々木、なんか私は普通に2列目の発表をしてると思ってて、最後にセンター佐々木美玲ですって言われて、えってすごいなんか普通にびっくりしました。でもなんか終わった後に、ポジション発表が終わってみんなが喜んでくれた時に、なんか実感がどんどん湧いてきて、私も涙が出ました。歌詞が来た時、なんか初めてドストレートなメッセージ性のある曲で、ちょうどその時武道館急に3日間任されてどうしようってなってる時期にあの歌詞を見たので、すごいぐさっと刺さりました。無謀だと言われたけど逃げるわけにはいかないんだって、そのままだなって思いました。今武道館できませんって言えないし、
やるしかないんだなっていう。とにかく走り抜けた。できる限りをつぎ込んだ。そしてとんでもないことが起こる。センターを経験したからか2期生が入ったからかわからないんですけど、今まであんまり周りを意識できてなかったんですけど、ちょっとは意識できるようになったんじゃないかなと。大きく見れるようになりました。今までは頑張ろうみたいな感じだったんですけど、なんかグループのことを考えたりとか、そこは変わったなって思いました。みんなでやめようと言ったあの日から、私たちは何かが変わった。それはより強くひらがなけやきを大きくしたいと。佐々木美玲。